こんにちは、ガーハーです。今回の動画ではジョリビーのフードメニューを紹介していきます。ご存知の方も多いと思うんですけれど、ジョリビーはフィリピンのファーストフードチェーンで、ニューヨークにはマンハッタンとクイーンズに1軒ずつあります。今朝はクイーンズに行って、こんな感じで一通りメニューを揃えてきたんですけど、店内は昼時じゃなかったんで、少し人は空いてて、いつもはフィリピン系の方々で、すごい混んでます。中で撮影することもできたんですけど、家の方が落ち着いて撮影できるので、今日は、テイクアウトしてきました。今からフードレビューを始めていくんですけれど、この動画の最後には、先週撮影して忙しくて編集しきれなかった映像をつなげています。友人のクリエイターの高野くんと、コニーアイランドっていうところに行って撮影してきたんですけど、とても景色が綺麗だったので、最後まで見てもらえると嬉しいです。で、早速今から、食べ物の紹介をしていきます。チキンジョイです。ジョリビーの唐揚げは、フライドチキンじゃなくてチキンジョイって言います。中はジューシーで外はカリカリな感じになってます。チキンジョイにはですね、グレービーソースっていうソースがついてきます。これは肉汁から作ったソースのことらしいんですけど、僕はこのソースつけないで食べる方が好みです。次はスパゲッティいきます。これがジョリビーのスパゲッティです。ジョリビーのスパゲッティは甘いのが特徴で、これはソースにバナナケチャップを使ってます。上にチーズがまぶしてあって、麺はちょっと今時間が経っちゃったんで硬いんですけど、こんな感じの麺です。お肉にはですね、ホットドッグで使う柔らかいソーセージが薄切りで入っています。次に紹介するのはパラボックです。パラボックはフィリピンの伝統的な麺料理らしいんですけれど、このように卵とエビとあとは豚肉で、麺は多分これライスヌードルか何かだと思うんですけど、このねパラボックも結構美味しいです。次に紹介するのがバーガーステーキです。ハンバーガーのパテに使われるハンバーグとあとはライスのセットになっていて、ハンバーガーにはマッシュルームとあとはこれはね多分グレービーソースのソースだとがかかってます。次に紹介するのがヤムバーガーです。ヤムバーガーは、パンズと、ハンバーグだけの、シンプルなハンバーガーです。これはね、マクドナルドのハンバーガーより美味しいです。次に紹介するのがアロハバーガーです。アロハバーガーはヤムバーガーと違って野菜が新鮮で、お肉もちょっと違ってます。具材もベーコンとパイナップルと肉とチーズ結構豊富に入ってて、これもいい感じです。次に紹介するのがジョリーホットドッグです。ホットドッグはホットドッグのパンとあとはね、ソーセージですね、あとチーズとケチャップ、すごいシンプルなホットドッグで、このソーセージは別にパリッとしたやつでも何でもなくて、普通に柔らかい普通の、ホットドッグです。やっぱり普通です。
最後に紹介するのがピーチマンゴーパイです。ピーチマンゴーパイはマクドナルドのアップルパイみたいに、まあ、こういう入れ物に入ってます。サクサクしてて、中はピーチとマンゴーのジャムがたくさん入ってます。今回も食べ物の紹介動画を最後まで見てもらってありがとうございます。これからもニューヨークの、まあ、ニューヨークというか身の回り の安くて美味しい食べ物を動画で発信していきたいと思いますので、いいねとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。さいちぇん。Hey, it's Shosho. Today I'm in Coney Island. I came here with my coworker. His name is Toshi. ログみたいに撮って、彼が職場の同僚の高野です。